回こそは侍ジャパン初代終身名誉監督兼4番兼エース、お茶村に漏れるでござる。そうです、江戸時代からやってまいりました、江戸時代の侍ジャパンの、レジェンド、お茶村に漏れるです。江戸時代に野球なんかないわとね言ってる方あったんですよ。実は、まあ、野球という名前ではなかったんですけど、あの侍スイングという名前でありました。なんかね、スイングがこんな感じなんです。この侍スイングの第一人者、初代侍ジャパンとして栄光の成績を残してきて、ペリーが黒船狙い交渉の時も勝負仕掛けてきましたからね。うん、戦争じゃーっつって、その時もあれっすよ、僕の3打数8安打あと初回先頭打者満塁ホームランの活躍でね、黒船軍を打ち倒したんですけど、そうです、英雄なんです僕は。その後オリックスバファローズの前身阪急ブレーブスもずっと応援してきて、120歳で阪急ブレーブス初優勝を見てテクノブレイクしてそのままぽっくりいったんですけど、はい、まあ、それ以来もしっかりこのオリックス、そして侍ジャパンの試合チェックしてるでござるよ。この侍ジャパンの試合、本日東京であるということで特別に、生き返らせてもらいました。本日先発森下選手、広島です。1回、いきなり元オリックスジョイ・メネヘス選手に先制タイムリー打たれました。あのメネヘス選手ってオリックスで2019年かな、メキシコの4番として鳴り物入り入ってきて、で3ヶ月ぐらいでお薬使って対談だったんですよ、お薬の力使ってマッチョマンになろうとして、ちょっと嫌な予感をしたんですけども、やってくれました。しっかりと甲斐選手が、甲斐キャノン選手が同点のタイムリーヒット、めぐったチャンスをその手で掴み取れ、拓也今ここで見せてやれ、バラルバラル。そして次の回には浅村選手とゴールの間に1点、これで日本勝ち越しです、2対1。そして極めつきは次の回、4回の表、これやってきました、ランナー2人ダメで山田哲人選手、哲人山田、いわゆる T 山田選手がスリーランホームラン打ち、5対1、 T 値千金です。 T という名のつくものに履正社出身に悪い選手はいないですね。 T 山田選手、実はオリックス指名してるんですよ、2010年ドラフトで。オリックスがくじを2回外した後に、もうここならいけるやろと山田選手を1位指名、そしてヤクルトと被って落ちて、山田哲人選手がヤクルトに行ったんですけど、ここ当ててればね、 T 岡田 T 山田のコンビやったはずだったんですよ。もうだから実質オリックス、もう外れ外れでくじ外すことなんかもないから、普通は実質オリックスなんですよ、 T 山田選手は。と行きたいところなんですけど、山田選手を引いたら僕の敬愛する後藤俊チェルが来なかったんでね、まあこの話はなかったことにしといてほしいでござる。森下選手は5回まで2失点、そしてその後は伊藤選手が2回を無失点に抑えてくれました。お侍ジャパン打線、これ7回にやってくれました。初日サヨナラタイムで決めた坂本勇人選手が、なんとこでホームラン打ちました。誰よりも強く勇ましく、おお、お前さほんまに、あ、勘違いするんでござる、お前は不適切じゃないでござる、江戸時代でお前という言葉は最敬礼の言葉でござるよ、お前さん本当に強い侍だ。そして次の回にはやってくれました T 山田選手が、またしてもタイムリー、イケイケの2人のコンビで追加点をもぎ取り7対2、まあ、試合は盤石のものと思われたんですけどね。8回裏 NPB ではもうほとんど敵はなしという感じの平選手がねマウンドに上がってきました。ここで初回にも先制タイムリー打たれてるジョイ・メネヘス選手にまたしてもツーランホームランを当てました。7対4上位よ、メネヘスよ、ブレイブの脅し。おいおい、オリックスを薬で解雇になったかと思えば、ええ、お国に帰って次は日本討伐かとなあ。メネヘス帰ってこいよ、ほんま帰ってこいよ、なんでそのバッティングオリックスできんかってなあ。お薬やらんでもできるやん、ちゃんとそれ帰ってこいよな、尿検査をして帰ってこいよ。しかしね、その後は栗林選手が9回抑えてくれてね、なんとか7対4で勝ちました、2連勝。そして1位通過でござる。この1位通過はでかいよ、だってシードでいけるんだもん、決勝トーナメント。あ、だから2回勝ったらもう金メダルでござるよ、うん、でこの侍打線の強さをしっかりと見せつけたね、宇都宮人が打った試合なんですよこれは。坂本選手、 T 山田選手、甲斐キャノンもこれ甲斐打線でね、恐怖の9番やってくれてる。でも投手陣はもう申し分なし、メネセス選手に打たれただけですよ今日。1試合は本当に侍の強さを存分に見た試合でした。これが決勝トーナメントでも、アメリカが来ようが韓国が来ようが
まあ、もう全然物おじする必要ないんじゃないでしょうか。あとエキシビジョンマッチで今日オリックス対巨人やったんですけど、これなんと伏見選手のタイムリーヒットでこれサヨナラ勝ちしてるんですよね。これは伏見トライトライだ。これだからもうオリも勝ち、侍も勝ち、これ殺生も安心して、天に帰れるでござるよ。これまた日本が金メダル取ってオリックスが優勝しようもんならまたあの世でまたポックリックかもしれんね。テクノブレイクするかもしれん。ということで震えて